誠にありがとうございます。さあ、これよりテラスモール湘南イルミネーション点灯式開催いたします。本日司会進行を務めさせていただきます大沢彩乃です。皆さん最後までよろしくお願いいたします。イエーイありがとうございます。私もね、本当にイエーイというくらい楽しみにしておりました。皆さんで一緒に楽しんでまいりましょう。さて、オープニングは地元藤沢の吹奏楽部、ニックネームはジ・インビンシブル無敵艦隊、モットーは練習は楽しく演奏はもっと楽しくの藤沢西高校吹奏楽部の皆さんによる演奏からスタートです。それでは皆様、大きな拍手でお迎えください。どうぞステージまでお越しください。かわいい。ちょっと一足早くサンタクロースが来てくださいましたね。素敵なお衣装です。サンタ帽もね、似合っていますね。地元のね、高校生が演奏してくださるということです。ぜひ皆さん一緒に楽しんでまいりましょう。どうですか、大丈夫ですか。青いところかな。はい、ありがとうございます。では準備は大丈夫でしょうか。はい、それでは藤沢西高校吹奏楽部の皆さん、よろしくお願いいたします。県内でもその名が知られた存在です。また今年の春にはテラスモール湘南リニューアルの CM にもご出演いただき、大きな反響をいただきました。ではここでちょっとお話をね、聞いていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて、実はですね、
明日11月11日で7周年を迎えるテラスモール湘南なんですけども、皆さんはどうなんですか、テラスモール湘南はよく来られますか。はい、お皆さん利用しているということで、でその場所の CM にご出演されたわけですよね。実際に CM 出たよっていう方はどなたが出られたんですか。おおここには3人いらっしゃるんですね。その CM の撮影の雰囲気はどんな感じだったんでしょうか。そうですね、やっぱりその部活の自然体を撮りたいということで、結構気づいたら撮られてるっていうシーンが多くて、でそれで私も自転車乗ってるところを知らずに撮られてたりして、でそれで CM に利用されて、はい、実際に自分の知らないところで撮られてたものが採用されてたわけですね、はい、そう CM ご家族ですとかまたご友人なんかも見られてましたか。はい、お友達が、あ映ってたでしょって言って、言ってきてくれて、その時にあそうそうみたいな感じで話が盛り上がって、結構冷静にあそうそうででもやっぱお友達が CM に出るってすごいですよね。学校でも結構話題になったんじゃないですか。はい、結構 Twitter とか SNS で回ってて、結構みんなリツイートとかしてくれて嬉しかったです。いやすごいことですよね。だって実際にただ皆さんがね遊びに来られる場所の CM に出れるってどうですか、出てみて。結構その皆さんがよく利用されているのでやっぱりとても嬉しかったですし、無敵艦隊のことをたくさんもっと知っていただけたらなと思って良かったと思います。確かにその CM をきっかけにね結構な反響だったようなので、知った方もいらっしゃるんではないでしょうか。でまた皆さんもね普段から使っているところの CM に出られたということで、森よりもっと身近に感じたんじゃないですか、ね、もっと好きになったんじゃないですか、テラスモール湘南のこと、はい、好きになってもらいました。はい、ありがとうございます。お話聞かせていただきました、ありがとうございました。さあ吹奏楽部の皆さんがご出演されている CM 実際に見たよという方どのくらいいらっしゃいますか。見たという方、あまだご覧になっててチェックされてない方がいらっしゃるみたいなのでお教えしますね。テラスモール湘南の公式ホームページのテラスモールマガジンでご覧いただくことできますので、ぜひこの後にでもチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあこの後も演奏を披露していただけるんですよね。よろしくお願いいたします。さらにはカウントダウンも一緒にご参加していただきたいと思います。では続いての演奏はトロンボーン50奏ということですので、皆さんご準備お願いいたします。さあということでね、地元の、自分がよく行く場所の CM に出られるって皆さんどうですか。すごいことですよね。私なんかちょっと羨ましいなと思っちゃって、運命も感じちゃうんですけどね。さあ皆さんもっと好きになってくださったということで嬉しいですね。さあではご準備はどうでしょうか、大丈夫ですか。はい、それでは、引き続き富士山西高校によりますクリスマスステージお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました、ただいまお送りいたしました曲は、ジャック・グレイス、編曲のタイガーラグという曲です、野球応援とかでたまに使われている、ロックの名曲ということでした、我々藤沢西高校、今日はトロンボーンの5人で演奏させていただいたんですが、いつも笑顔で、部内で一番仲のいいパートと顧問の丸山先生に言われているほど、いいパートだと思っています。その仲のいい良さが伝わるような演奏だったんではないでしょうか。次にお送りいたします曲はサキソフォン50奏のソリスベリ、ルロイ・アンダーソン作曲のソリスベリを演奏していただきます。これからもお楽しみください。ありがとうございました。楽しんで演奏しているって
というのが伝わる演奏です。本当にありがとうございました。さあ、この後は皆様と一緒にカウントダウンをさせていただき、イルミネーションを点灯します。今年のテラスモール湘南のイルミネーションのコンセプトはファンタジー・イン・ザ・スカイ、湘南の夜空を飾る光のファンタジー。シンボルモニュメントであるメインツリーのほか、ミニツリーや樹木には光の筋を作り、夜空を流れる星を表現しています。さあ、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。5秒前からカウントダウンをしていきたいと思います。皆さん後ろです。はい、後方をご覧ください。ぜひね、皆さん一緒にカウントダウンよろしくお願いします。カメラの準備大丈夫ですか。皆さんいいですか。 OK、 バッチグーいただきました。さあ、それでは一緒にカウントダウンをしていきましょう。テラスモール湘南イルミネーションの点灯まで5秒前、4 3 2 1 0。まるで湘南の夜空にオーロラが出現したような美しい世界をお楽しみいただけます。また新しい試みとしてゲートスクエアの床面への幻想的な映像を投影し、噴水エリアも含め光、音、水のショーを展開いたします。それではこれからファンタジアインタスカイ、湘南の夜空を飾る光のファンタジーをスタートいたします。どうぞお楽しみください。